おはようございます。朝のトイレタイムです。タムちゃんあっち行ったけど、みんなこっちでお仕事済ますのが好きですね、雨の日はね。ということで本日も曇り空ですが、本日のね最高気温はね14度でしたね。今日も寒いですね。ということで本日はクリスマスイブですね。お父さんも特に今のところ連絡がないので、予定通り帰宅するんじゃないかなと思います。昨日もお話しいたしましたがね、午前中どのぐらい帰ってくるかなと思っておりますがね、みんなでね帰り待ちたいと思います。お仕事終わりました。よし、寝ろ寝ろ。おはよう、おはよう。お腹すいたね。タムちゃんどこ行ったかな。おもちゃ取りに行ったのかな。お腹すいたね。マニーしていきましょうね。なんかすごい大騒ぎしてるから、お父さん帰ってきたかな。私今そうだね、トラッシュ缶1個しまってあるの。マスクしてるんですよ。慌てて出てきたんだけど、お父さん帰ってきた。どこ見た、ボタン見た、どこから来る。こっちでやんちゅうって教えてくれてる。どうもありがとう。そして入ってくる。なんか洗濯機が怪しげな音してんな。すぐ来る。本当にサンタがさ、どうしちゃったんだろうって泣き声出してね。あ、私は来るかな。甘えん坊してる時の泣き声だったから、お父さんだろうなって思ったんだけど、まあ、帰ってくるって言うんで電話終わったですよね。空港着いたよって。あ、ねえ、どれ来たんよ。あら、どう、お土産よって。はい、お父さん帰りでしょ。みんなお帰りした。タムちゃん、二人の顔見てわかるのよ。そりゃそうでしょ。タムちゃんよって。はいはいはい。タムちゃん、タムちゃん、タムちゃん、いい子してたの。うん、タムちゃん、いい子もいい子よって。また来たよって。はい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 。何何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 。はい、ということでお父さんね、帰り際にハムをね、購入してきてくれましたので、でっかいハムだな。冷蔵庫入れるか。クリスマスツリー電気つけよう。お利口さんしてた。何あたちよって。なんで入ってくるの。ポミとこういう会話してんのよ。あたちよ。長老はいらっしゃらないけど。あら、ベッドルームいるじゃない。またお父さんどんどんお片付けしていきましょうね。寒いよ。お父さんこれからおトイレ取るんですけども、お父さんが持ち帰ってまいりましたが、アリゾナの新店に行ってたので、アリサさんがご飯食べに来てくれて、私にねギフトを用意してくださってたようで、いただきました。あら、もうアドベントカレーナー開けるの。開けてみましょう。今日はワンコ用は丸とお星様だ。今開けておりますが、これもう触ってもらったガチャ玉だ。何入ってるのすごい楽しみ。お手紙もねいただきました。かわいい。開けよう。なってますね。大きいのも開ける？あれはね、今日までなの、24日。これはね、25日まであるんだけど。はい、どうぞ。開けます？お、今日はね、そちらですね。一番大きい引き出し。これ25だと。25って日付書いてないじゃん、だって。いや、リースがそう。まあでも、その空間作るなら、25日まであってもいいよね。すごい。何？サムちゃんでも壊せないでしょう。どうだろう、壊すかな。サムちゃんこんなん出てきたけど、処理なんでやんちゅうのかって。あ、ブッダが持った。だなんでやんちゅうやって宝物にしたよ。あたちはって言ってるけど、これ何それ。いいじゃん、もらったでやんちゅうのって言ってる。おやっちゅうの方がでも大事でやんちゅうって言ってる。あれ、サムちゃん見に行った。あ、なんか言ってるよ、サムが。何それ、おもちゃ。クッキーをもらうみたいですね。ポミとサムはそのなんかジンジャーブレッドの形のやつあんまり好きじゃないっぽいんだよね。味の問題わかんないんだけど、一番それが多く入ってたんだけど、そうだな、あんまり好きじゃないんだよね多分。あ、持ってった、いつの間に。あ、遊び始めてる。クッキーはどこやった。豚一回食べてね。それ何、ヘンテコリーな形の。あ、しょんでる。私のおもちゃやって、かわいいね。大きいよ、それ、タムちゃんには。よく持っていかれたね。一緒にハムハムしましょう。一緒にハムハムしましょう。いや、よって。
違う、そうなの、噛んでるね、タブちゃんね。あ、それサブちゃんの落としてたクッキーもしかしてポンビ食べてんの。いいね、遊んでおります。お父さんトイレ行きたいって出たんだけど匂い嗅いでどうしたの何どういうこと、すごい入ってきた意味が分かんない、マズルごと入ってきた私まだ回復途中なんですよ。入ってたのはね、このね、雪だるまとサンタさんでしょ。これ面白いなと思ったんだけど、見たらさ、赤い紐を引っ張って占いを取り出して、種木の占いを読んで、それを埋めて芽が出たらハッピーっていうね、面白くない？ここかに入ってるんだ。あとはプーさんとミッキーの、あ、なんか王冠ついてるけど、これだ、かぶせるんだ。へえ、これも面白い。ジュエリースタンドになるんだって。こうやって置いて、もちろんこれお耳のとこにかけたりとか、あとこの中にさ細かいもの入れられるっぽいですね。組み立てて私のジュエリー置き場に一緒に置いておこう。どうもありがとうございました。かわいい。日本からね直接ね仕入れてるっておっしゃってましたよね。すごいかわいいわ。いろんなのがあるんだね今ね。てかガチャ玉が特にこっち厳重にね梱包されてて、あ、今のこうなってるんだと思って。その昔ね、もうトセもトレ入りましたけども、私たちも時折さ家電買いにさ秋葉原とか行ったらさ、めっちゃガチャガチャが並んでるさところとかあるじゃないですか。でね、その中からいくつか選んでね、自分の推しのガチャをねやりましたね。一回ねトランシーバーのガチャガチャがあって、そうお父さんと一個ずつねやって、どのぐらいだ、めちゃくちゃ離れると全然通じないんだけど、お家の中でトランシーバーでね話してトランシーバーごっことかしてたわ。懐かしいね。ねえサブちゃん、おもちゃじゃしょんねんの。メッセージも今から読もうと思います。お父さんなんかね小腹が空いたとか言ってたんだけど、今11時だね。ランチにするにはちょっと早いかな、どうしようかなと思ってるんだけど、ちょっとお茶でもね入れようかなと思ってます。ランチにしようと思います。ランチも残り物ね、お味噌汁がちょっと残ってたので、お味噌汁にご飯入れておじやにしましたが、ご飯いつも通り入れたんだけど膨らんで煮てたらねすごいようになっちゃったんだけど、さつまいもとわかめと卵のおじね、適当サラダと、まあ、梅干しとキムチも出してるんですけど、新しいのもありますけど、昨日の残りの豚肉とずっとねあったんですね、ひき肉じゃがまだまあまだ食べれるからね出しました。ではゆっくり食べてください。お父さん、いただきます。はい、それではいただきます。ただいまね5時過ぎになります。食後ねみんなでソファで寝ておりました。ポミとのこっち入れて、今おトイレ行ったからね降りてるんですけど、ポミはずっと乗って寝てて、サニーとポミと様がみんなして私にくっついてて、全身気まみれなんですけど、お父さんだけ自由だった。一緒に寝てたんだけど全員私の上に乗っててね、ポミなぁ。よし、ということでもうね気まみれだから着替えようかな、まあ、とりあえずご飯の支度やら家族写真撮る準備とかねちょこちょこしていこうと思います。お父さん暖炉を炊いてくれてますか。お家の方が高いんだけどね、今までお料理したからね、オーブンも使ってたし、まあ、ということでねご飯できましたので食べようと思います。クリスマスイブディナーか。これニョッキね、コスコで購入してきたオーガニックのニョッキがあったので、豚肉とホタテとトマトとマッシュルームとケール入れて、白ワインとバターとみたいな、まあいろいろねガーリック入れたりして味付けたものです。でこれコスコで購入してきたチョッピーの、まあ明日明後日ももしかしたら1人分ぐらいしかないかもしれないぐらいの量を入ってる。適当サラダ、生ハムのせ、お父さんね買ってきてくれたハム、大きいハムですね。お父さん来てくれた骨のところを上手に削いでね、スモークサーモン、これはモヒート、あとはもうね適当にオーブンに突っ込みました。焼き野菜、さつまいもと人参とアスパラとビーンですねになります。とりあえずね暖炉の管理人がですね落ち着きましたら食べ始めようと思います。はい、暖炉の管理人どうもありがとう。はい、乾杯。ワールドマーケットで購入してきたこちらですね、あげてくださいました。いかが？飲みやすい。本当だ、めっちゃ飲みやすいね。もうこれはジュースだよ、今までの中で一番ジュース、飲みやすい、うん、よし、では食べましょう。はい、どうぞ召し上がれ。すごいこれ、うん、好きなのを好きなだけ食べてね。でお腹いっぱいで動けませんにはならないでください。頼みましたよ。はい、これね、どうもヒート。モヒート感がそんなほんのりするだけやね。そりゃそうよ、がっつりしなくていいと思うよ。いただきます。若干ミントかなっていう感じだね、うん、よし、うん、おいしい。あ、ね、トマト出すの忘れた、クマトも切ってあるんだった。まあいっか、ハムも楽しみ。サムちゃんがもうずっと足元いますけど、あたちに何か今日じゃ言って、ないないないよ、サムちゃん明日よ、お肉あるからね。まあとりあえず落ち着いて食べましょう。いただきます。お腹の調子はいかがですか。パンパンということで、ケーキ出しました。一応出した、食べれるっていうから。そちらはユズケーキです。うーん、すごいユズ。ともう一
つはさつまいもとお抹茶のガトーインビジブルですね。あんこがあったのであんこも挟みました。以上になります。うまい、うん、こんな感じですね。グレーズかけてね、柚子の皮もパラパラと散らしました。こちら食べてお片付けしたらね、よろしくお願いしますね。家族写真ですよ。タムちゃんよろしくね。上手にお願いしますね。私にもちょうだいよくね。家族写真ね。二人の写真撮るか。ピンク、はい、みんなどこ見るか分かってる？はい、ポーズ。みんな見て、サウちゃんちよ。上手だな、みんな。サウちゃん可愛いからお洋服だね。こっちも持って。可愛いな。みんないいな。ジョージお父さんの体に捕まってるけど、サウちゃん。はい、ポーズ。みんな見てないよ。歌向こうだよ。ダメじゃん、どこ見て。お父さん言って。カメラで写真も撮るから。ないよ。はい。この方々。はい、ポーズー。ほみー、ほみくん、何くん、ダムちゃんも一緒がいいんだよ。ダムちゃん抱ける？大丈夫。はい、はい、一緒に来て。はい、ふたダムちゃん、なにくー、かわいい。ね、余裕じゃん、できるじゃん。なんかここめっちゃ濡れてるけど、お父さんもしかしてさ、ハム切った時サムちゃん下いた？わかんない。カピカピしてるよ。何アタッチ嫌なの？アタッチ何これつけてるの？サウちゃんとブッダと撮る？はいよ。ブッダーン、余裕だな、ブッダはよ。笑顔が余裕です。サウちゃんは？サウちゃん、ねえねえ、どうしたと撮ったの？私なんかお腹の方が間抜けよね、これね。綺麗なのよ。可愛いのよね、それね、お洋服ね。サウちゃん、そこで卵が出た。お前せっかくそれ着てんだから。じゃあ、お父さん座ってるから写真撮ってよ。じゃあ、はい、何する？私のカメラで。お父さんね、私足広げて座れないから。じゃあ、こっちはお店だ。どっち向きがいいの？ダンの前行ってた方がいい。どっち向きがいい？ブタン。はい、ポーズ。まだ、いい笑顔じゃない。はい、撮るよ、タムちゃん、ブタン。お父さんが普段あんまり写真撮らない。ブタン。よほど向くね。はい、ブタン。ちょうどもう一回、はい、ママのとこ行くよ。お腹のボンボンにねしけど、お願いします。はい、撮るよ、サニくん。サムちゃんはすごい向くけど、お父さんの方よ。はい、撮るよ、サニー、サムちゃん、すごい向くじゃない。ユーリックじゃない、サムちゃん。ユーリュだね。はい、おい、じゃあお父さんのとこ一緒に写真撮ろうか。どうやって撮ろうかな、お父さんとはね。どうだって座る？どうだって座る？どういう撮り方？なんでよ、なんであたいが座るの？普通逆でしょ。交換したりすればいい。こうやって座る。ちょっとよくわかんないね。お父さんでも座、私座ったら高さおかしくなるわ。そうか、そうだね。ちょっと頑張る。難しいな、私。どうやって撮ったらいい？はい、ポーズ。もう逆さにしたらできない。逆さにする。どういう位置があるか。カメラの位置が下がるんじゃ、言うてたじゃん。そうだね、そうだね、確かに指が入る。ちょっと横向きにしてもこっちだもんね、カメラがね。うん、お父さん立って立つ場合でも向く？どこも立ってる。どこも好きだった。ポーズやめて、笑顔してる。その顔。おかしいでしょ、こんななんか膝つかないといけない感じ。別に、じゃ顔の話したら顔。なんでそんな顔。おしまいでいいですか、皆さん。十分撮れました。もう一回撮るの？これ横向きに座ってみたら。どういうこと、横向きに座るって。そうよ、そうよ、そうよ。仲良しだね。歌を楽しいの。画像確認してみると何とも言えないけど、とりあえず毎年恒例の家族写真会がこれにて終了。これからお片付けして、もう10時半だ。シャワー浴びてね、寝る準備していこうと思います。何か言えちゃう。
今日もピンクのモフモフですか。今日はね、みんなでね、ここで横になっておりましたけれども、私がいる時はね、私にくっついておりましたが、私が横になってない時間はずっとね、お父さんにくっついておりまして、お手で出てきましたけど、お父さん喜んじゃってね、ねえ兄さんにくん、ねえ兄さんにくん言ってね、お腹の上に乗ったりさ、ピトッと密着してさ、腕枕しに来るもんだからさ、めっちゃひっついてくるじゃんって、かわいいねってずっとゴロゴロ言ってって言われてましたけど、そのゴロゴロ音が結構大きいでしょって私言ったら、うん、愛さんの声があんまり聞こえないぐらい大きいって言ってた。ねえ、兄くん、くちゃくちゃあったかいんだよね。お前もしゃんなんだよね。おるしばの間のお話した、お父さんに報告した、みんなおりこしゃしてたじゃーって、雨降ってて寒かったじゃー言った。今日も雨降りだったよね。おるしばリーダーね、お勤めどうもありがとうございました。でもまたお父さんすぐさ、お仕事お泊まり行くんだって。またすぐにね、おろしばリーダーお願いすることになりますけど、よろしくお願いしますね。それから今日お写真撮ったね、みんなでね、谷くんも可愛い赤いチェックの衣装着ましたけど、ご協力ありがとうございました。お父さんが谷くん言ったらね、カメラ目線してましたけど、サムもサニも私が呼んでもさ、全然さ、こっち見てくれなかったりするんだけど、ポメはね上手だからあれなんだけど、お父さんが写真撮るってまあないから、呼ばれたら気になったみたいでね、カメラ目線してましたね。上手でしたよ、カメラ目線。ありがとうね、ダニくんね。いい写真撮れましたよ。お首こしょこしょ気持ちいいでした。明日クリスマスだ、ダニくん。みんなでギフト開けて、まあまた多分あんまりお天気良くないみたいだからね、みんなでゴロゴロのんびり過ごしましょうね。今日も一日ありがとうね。ゆっくり寝してください。おやすみー。マミでもおやすみー。ポンポゴリちゃんしてるの。ペロペロ聞こえてましたけど、あんあわあわですよ。また眠眠でやんちけれども、ママおやすみ来るでやんちからよ。ポンポコリになったでやんちよ。なの、あ、そっか、ありがとうございますよ。うん、そうなの。お話ししてくれしってますけど。ただ今日テンション上がっちゃったでやんちゅうのよね。まあ、毎日テンション上げ上げか、あなたは。マジお父さん帰ってきたしね。クリスマスの雰囲気好きなんだろうね、彼ね。ニッコ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 しておりましてね。ハム開けて、サムちゃんがね、すぐ気づいてね、足元うろうろしてたんですけれども、ポムもね、気づいてたんだよね。でもね、来なかったの。だけど、食卓に私がね、ハム運んでたら、それうまいでやんちゅうよね、みたいな感じで見てて、お父さんがね、ポミくんって言ったらね、くれるのでやんちゅかみたいな感じでね、すごい勢いで飛んできたけど、違うよってなっておりましたが、お父さんで、お父さん抱っこしてね、お父さんのお膝乗ってたんだけど、まだお父さんご飯食べてて、お父さんが食べてるハムをですね、ガン見しておりましたね。ちょっと塩分がね、やっぱりね、しっかりめにあるのでね、そのままあげるのはね、あれだからね、まあね、年に1回ね、特別で今日だけっていうのもね、あるかもしれないけど、脂肪が少ないところね、何度かお水取り替えて湯がいてね、塩抜きしてからあげようかなと思ってるんですが、楽しみにしてからね、ポムタね、気持ちよさそうに眠ってますね、ポムタね。テンション上げ上げだったから疲れたんだと思う。ポムタほんと写真上手だからさ、ニコニコ車でカメラ見てくれるでやんちゅのよね、ポッタはね。ほんと上手でやんちゅう、お写真グッポーでやんちゅよ。いい写真撮れましたよ、ポミの笑顔の社会写真を撮れましたよ。ありがとうね。今日もハッピーハッピーハッピーでしたね。みんなでね、お昼寝もしたしね、良いクリスマスイブでしたね。明日クリスマスだ、ポムタ。ポッタの一番好きな日じゃない、クリスマス好きだね、ポッタね。ピカピカチュキだし、うまいもあるしね、ポミ。まあ今日はね、この子たち特別なディナーってのはしなかったんですけど、何か美味しいパウチをもらってたかな。ポミとサムはいつも通りね、カリカリとお野菜とささみだったんだけど、明日はお肉焼こうと思ってるから、お肉とね、まあで余裕があったらこの子たちが食べれるケーキでも焼こうかな、どうしようかななんて思っているんですけれども、ソックスのね、ギフト開けてね、うまい食べましょうね、ポミだね。今日も一日ありがとうね。ゆっくり寝にしてください。おやすみー。タミちゃんもおやすみー。マムルさんなってるの？あたし、さっきめちゃくちゃため息ついてなかった？うふふふふって。タミちゃんも今日ハッピーでしたか？お父さん帰ってきてテンション上がっちゃってた子誰でしょうか？ここめっちゃカピカピしてるけど。父さんがハムの汁をさ、こぼして大騒ぎしてたんだけど、その時私もバタバタしてたから、サムとポミの所在地ちゃんと確認してなかったんだけど、多分お父さんの足元いたんだろうね。ね、かかったんだと思うんだけど、香りは特に
しないんだけどね。これは下にしっかり拭きましょうね、タムちゃんね。お写真撮る前に拭けばよかったけど、まあお写真撮るときそんなに気にならなかったからと思うんだけど。可愛いお衣装着てお写真撮ったのよね。にゃんにょこれ言ってましたけど、写真撮り終わった後ね、テコテコ歩いておりましたが、ちょっとスカートがね持ち上がっててね、ワカメちゃんみたいになってたんだけど可愛かったね。タムちゃんお尻可愛かったよ。今日ね明日用のお肉の下処理してたんですけども、お父さんね、私がねこれどういう風にしよっかって言って見せた時にね、サムちゃんもターッと寄ってきてね、それ何って言ってね、すごい匂い嗅いでて、真空パックになってたんだけど香りするんだろうねきっとね、やっぱりお花いいからね、もう真剣に匂っておりまして、でその後パックを開けたらもうね飛んできてね、お肉お肉ねテンション上げておりまして、サムちゃんまだないよ、違うよ、今日じゃないよって言ったんだけど、美味しい匂いしたにょ。夕飯食べてる時もねずっと私の横張り付いててね、サムちゃんにも何かちょうだいみたいな感じでね見ておりましたが、いい匂いしたのよね。ハムがやっぱりねいい匂いするからね、開けた瞬間にめっちゃいい匂いがするので、お家の中ハム開けるとあハムの匂いがするってなるんだけど、サニもお花ヒクヒクさせてたしね、ハム食べたかったんだと思うんだけど、まあ、ポミにはあげなかったけど、サムにはちっちゃいのをね一口ね秘密だよって言ってあげたんだけど飲んじゃいましたね。ねタムちゃん日給は飲み物よなんだよね。タムちゃんも明日ねご馳走にしますからね、楽しみにしててくださいね。今日も一日ありがとうね、ゆっくり寝してください。おやすみ。本日もこちらで最後のご挨拶をさせていただこうと思います。ただいまですね2時過ぎになります。お父さんですね写真撮影した後ねお腹痛い言ってねソファで横になっておりまして、でね少ししてからねゴーとか言ってねいびきかき始めて、あーまた寝たって思ったんだけど、もうね帰ってきた時からお腹痛いお腹痛い言ってて、これはね毎回なんですけど、飛行機乗るとね気圧の関係でねお腹の調子が悪くなるみたいで、しょっちゅう出張行ってると思うんですけども、帰ってきた日はねいつもねお腹の調子がいまいちだってね言ってね、おトイレね30分に1回ぐらい入ってたりする日もあるんだけど、まあでね今日もそんな感じで、私もねすぐにねシャワー浴びようかななんて思ってたんですけど、家族写真のデータ取り込んでどんな感じで撮れてるかなと思って先に確認した方がいいなと思って、データ確認して写真切り取ったりなんだりかんだりしておりましたら12時過ぎておりまして、あもうこんな時間だと思ってお風呂入ろうと思ったら、お父さんもねあ寝ちゃったって言ってね目を覚ましまして、12時過ぎたからもうお風呂入って寝ようよお父さん言ったらね、おーって言ってねのそのそのそっと動き始めて、一緒にねシャワー浴びに行きまして、シャワー上がってからも一回おトイレこもって、その後ねベッド入りまして、もうすぐねコーって言ってねいびきかいておりまして、疲れてるんだろうなーなんて思ったんですけれども、私がねさあそろそろねリビング行こうかなと思いました。私の名前めちゃくちゃ呼んだから、あれなんかあったろうかなと思ったら寝言でね真剣に呼んでるから、なんか怖い夢でも見てるのかなと思って、お父さん大丈夫って聞いたら、はぁ何がとか言っておりましたが、まあ、とりあえず今はね静かに眠っております。ということでね本日はですねクリスマスイブということで、まずはねお父さんね出張からね無事に帰ってきてくれて、ああよかったなと思っておりますが、昨日ね雨風がすごいからねフライトどうなるかななんて私話していたかなと思うんですけれども、どのぐらいって言ってたかな、30分1時間ぐらいフライト遅れたんだよなんてね話はしておりましたが、そのぐらいでね済んでよかったなと思っておりまして、今ね飛行機ねいろいろなね影響でね乗客が少なくてキャンセルになるっていう便もね結構あるみたいで、まあ少し遅れただけでねフライト自体がねキャンセルにならなくてねよかったなと思っております。でねお父さん帰ってきた後昼過ぎぐらいからねみんなでがっつりお昼寝しまして、私記憶あったのが1時半ぐらいなんだけど目が覚めたら5時だったんですがまあでもねお父さんがいる日こうやってお昼寝してね過ごすっていうことはねまずねないので、みんなでね、まあねお天気もねあまり良くなくてねお散歩もね行かれない感じだったので、これはこれでなんかスペシャルだなと思って、例年私ねこのクリスマスイブはバタ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 しててねなんか小汗かいてね動いてたかなと思うんですけども、ほんとゆったり過ごせてね、時折ねお父さんのお休みの日もねこういう過ごし方ねしたいななんて思いました。あでね今日ね一番大事なねイベントなのかな何なのかな杉本家ですね、毎年クリスマスイブに家族写真を撮るということで、今年はねブラックフライデーにねサニーポミサムのねお洋服も購入してみんなでねお揃いでね写真撮ろうねなんてね言っておりまして、私もねいいシャツ見つけてね、お父さんがね俺は何着てないんだなんて言っておりましたが、去年だったっけな私がクリスマスにあげたシャツ着ておりましたけれども、お父さんもなんか赤か黒のチェックのシャツいいのあったらね購入してみんなでお揃いにしようかなんて言ってたんですけど、いいのがなかったのでねお父さんだけちょっと残念だななんて自分で言って
ておりましたけれども、愛さん本当いいの見つけたよって言っておりましたが、とにかく無事にねみんなで写真撮ることができまして、数年前までは携帯でタイマーにして写真撮ってたんだけど、みんな点でバラバラの方向をめでてね、そのいい瞬間が収められないから、ここ数年ねビデオを撮ってその中から私ね切り抜くようにしてるんですけども、まあそうするとねやっぱりちょっとね画質はね落ちるんですけれども、さっきね確認したらねフォーカスがねクリスマスツリーに合っててね、まあ明るさの関係もあると思うんだけど、メインにしたい被写体たちがですねちょっとぼやーっとしてるなっては思ったんですが、お父さんがね椅子に座った時にそこにねフォーカス合わせとけばよかったななんて思ったんですけれども、とりあえずこれで一つ学んだので、次回はねメインで撮りたいところにねしっかりとフォーカス合わすっていうのをね忘れないようにねしたいななんて思ったんですが、とにかくですねこのね家族写真撮るっていうのが私の中では一大イベントなので、みんなでね並んで写真撮って、ビデオの電源ねオフした時にね、あーこれで今年のビログマスも残りあと1日だ、そして2021年ももう終わるなって思って、なんだろうな、ほっと一安心してるって言ったらいいのかな、うん、なんかそういう気分になりました。ということでね、明日はというかもう日付変わってるから今日かはねクリスマスですね、ビログマスね最終日になりますが、明日はまずはみんなでソックスに入ってるギフトとかまあ開けてね、お天気はねあまり優れなくてね、午前中の数時間のみ雨降らないっていう予報になってるので、まあ明日もね今日と同じようにねみんなでねのんびり過ごしてディナーいただいてねクリスマス楽しみたいと思います。ということで本日はこの辺りで電気を消してベッドルーム行きたいと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。